気象庁は今日、九州北部が梅雨明けしたとみられると発表しました。1年の中で最も暑さが厳しい頃とされる大暑の今日、福岡各地で猛暑日となる中、この暑さをさまざまな楽しみ方で乗り切ろうとしています。梅雨明けを待ちわびて多くの家族連れでにぎわっています。歓声が上空まで聞こえてきそうです。今日の九州北部地方は朝から強い日差しが照りつけ、平年より3日遅く、去年より3日早い梅雨明けとなりました。福岡県内では広い範囲で気温が上がり、日中の最高気温は太宰府市で 37.4 度、行橋市で 37.2 度と今年最高を記録し、県内各地で35度以上の猛暑日となりました。猛暑日は今後も続く見込みで、気象庁は福岡県と佐賀県に明日も熱中症警戒アラートを出して警戒を呼びかけています。そんな中、ナノシティ博多では子どもたちが水遊びをし、びしょ濡れになって暑さをしのいでいます。とても涼しそうです。福岡市のキャナルシティ博多では、近くの保育園の園児およそ20人が招待され、びしょ濡れになって夏を楽しむことができるイベントが明日のオープン前に報道陣に公開されました。音楽に合わせてシャボン玉と噴水がコラボレーションするバブルタイムや、最高およそ25メートルまで到達する噴水、バケツに溜まった水を全身で浴びることのできるアトラクションなどが登場します。めっちゃ涼しい。の大きなね、バシャンってするとこが楽しい。お日様照ってるけど暑くない？暑くない。子どもたちは太陽の日差しの下で水に打たれながら暑さをしのぎました。ナミちゃんおいで。おいしそう。ぶどう収穫のシーズンを迎え、浮橋の観光農園では外国人観光客や家族連れなどがぶどう狩りを楽しみました。すごい甘酸っぱそうに見える。もう冷やしてもよく食べたい。こちらの観光農園では今月13日からぶどう狩りが始まり、9月中旬まで種類を変えながらおよそ7種類のぶどうが味わえます。待ちに待った梅雨明けに期待を膨らませていました。災害もなく、例年通りぶどう狩りや梨狩りができてできると思うんで、家族ぐるみや友達など来てもらってワイワイ楽しくちぎってもらったらなと思います。さらにぶどう狩りの後にほてった体を冷やしてくれるこんな楽しみも。甘い。そのままぶどうを食べてるような感じです。この一杯でぶどうの甘みを存分に感じられます。おいしい。この園で採れた新鮮なぶどう一房を半分近く使った贅沢な生搾りジュースです。子どもたちの夏休みも始まったので、暑さには気をつけながら楽しい思い出をたくさん作ってあげたいなと思います。一方、北九州市ではこの時期夏バテ対策として食べられるうなぎの出荷の準備が進められていました。あさっての土用の丑の日を前に作られていたのはうなぎのかば焼きです。機械で焼く機械焼きと職人が手で焼く手焼きの2種類の方法で、多い日にはおよそ2万匹のうなぎをかば焼きにしています。職人たちは火を前にしてこの大粒の汗、こまめに休憩や水分補給など熱中症対策をしながら丁寧に焼き上げています。そのかば焼きのお味はというと、
外はカリッと中はふわっとした食感で、まさにうなぎの旨味が凝縮されている感じがします。とても美味しいです。長い時間をかけてじっくりと焼くことで、余分な油や臭みを落としたうなぎとオリジナルのタレがマッチする一品です。蒲焼きはやっぱり焼き魚だ、だから焼くほど美味しさが出るっていうのが我々の持論なんでですね、せっかく食べるんであれば、美味しいうなぎを食べていただきたいと思います。全国のスーパーに冷凍で配送されるほか、オンラインで購入できるということです。涼しさ満載の体験に美味しさ満点のグルメ、それぞれの楽しみ方で今年の厳しい夏を乗り切ります。